二塩化二硫黄は、硫黄と塩素からなる無機化合物である。化学構造は CLSSCL CL の形をしており、過酸化水素の構造と類似している。二塩化二硫黄の純物質は黄色の液体である。構造異性体の治をするホ機シドは二塩化二硫黄に紫外線が照射された時に化学変化して一時的に生成する。二塩化二硫黄は、 異様の部分塩素化によって合成される。常温でも反応性は良い。また、二硫化炭素の塩素化によっても得られる。二塩化に異様の純物質は過剰量の異様との混合物である、気代々色の液体からの蒸留によって得られる。異様と塩素からの二塩化に異様の構成において、過剰量の塩素が存在する場合は二塩化用が生成する。この場合、液体の色は、 薄黄色となり、大々回路を帯びてくる。ただし、この反応は、化逆的であるため、放置すると塩素と二塩化に異様に分解する。二塩化に異様は多量のように溶解し、溶液中ではわずかに、ジクロロポリスルファンが生成する。化水分解では二酸化用が生成する。硫化水素との反応では、ポリスルファンが生成する。ありがとうございます。